ジェイク・クレイマンはアメリカ合衆国マサチューセッツ州ノーウッド出身のプロバスケットボール選手 NBA のミネソタティンバーウルブズに所属しているポジションはパワーフォワードまたはスモールフォワードメリーランド大学2年時にスターターに定着3年時には平均12.5得点5.8リバウンドをマークし 同大学を2010年以来の NCWA 出場に導いた。2015年の NBA ドラフト候補に挙げられたが、さらなるレベルアップを目指しチームに残った。2016年の NBA ドラフトで、オーランドマジックから二巡目全体47位で、指名され将来の二巡目指名権、金銭とトレードで、ポートランドトレールブレイザーズに指名権が移動した。 2016年11月1日のゴールデンステート、ウォリアーズ戦で5本の3ポイントシュートを含む17得点を8分間でマークし、ケビン・デュラントから称賛された。3年目のシーズンに出場機会が増加。2018年12月6日のフェニックス・サンズ戦で24得点、翌年2月5日のマイアミ・ヒート戦では5つの、ダンクを含むキャリアハイの25得点をマークするなど、 大幅に成績を上げたシーズンとなった。2019年7月8日、サイントレードにより、ミネソタティンバーウルブズと3年戦1 5 0万ドルの契約を結んだ。2019年11月18日のユタジャズ戦で、左足つま先を負傷。42試合を欠場し、翌年の2月24日に復帰した。ありがとうございます。